スキャン対象者とユートペリア登録情報の一致を確認。アクセサリーのユーザー認証完了しました。私は共同汎用監視者、アクセサリー、あなたのパートナーです。どうぞよろしくお願いします。ただいまより再生プログラムを開始します。よろしいですか？あなたはトナビと BT 法に違反した重犯罪者です。あなたに課せられた刑罰は懲役100万年。懲役を終えるまで自由を得ることはできません。本パノプティコンのすべての情報を統合管理しているデータベースです。あなたに関するすべての情報は常に私の目を通じてユートペリアへ記録、更新され続けます。あなたが生きている限り、この牢獄都市パノプティコンにおいてただ存在しているだけの人間は重罪なのです。よってあなたには100万年の懲役に服していただきます。パノプティコンは人類史上最善最良のシステムで、人間の幸福を追求する都市国家です。人間が生きていくために必要な諸資源はすでに枯渇し、人類が存続するには圧倒的に不足しています。この過酷な環境下で生き残るため、人類がその英知を結集して選択したのが、資源と技術を集約することで、絶対的秩序の構築と徹底した安全保障、全体幸福の最大化とその適正な分配を現実にするパノプティコン型都市国家です。ここでは何も生み出せず資源を消費するだけの人間は、その存在自体が罪となります。あなたは自分の罪を贖わなければなりません。贖罪がなされるまであなたに自由はありません。逃亡は禁じられています。自殺は禁じられています。労働を拒否することは禁じられています。横になっての睡眠は禁じられています。未来を語ることは禁じられています。その他、権利として勝ち取っていないことは、すべて禁じられています。あなたが規則を破ることがないように、私が常にあなたを監視します。ようこそ、幸福の牢獄都市、パノプティコンへ。あなたはトナビと、重犯罪者です。本来、あなたに与えられる理由はありません。しかしあなた自身が幸福を希求し、また本パノプティコン全体の幸福へ貢献することによって、あなたは恩赦を得ることができます。恩赦を受ければ刑期を減らすことができます。100万年の懲役を終えればあなたは自由を得られます。また恩赦によって様々な権利を獲得していくことも可能です。労働を通じて、あなたと本パノプティコン全体の幸福増大に寄与し、それを享受することです。生活環境の改善や、日常行動の制約解除など、様々な権利があります。しかし、今のあなたには、何の権利もありません。ただし、本パノプティコンへ貢献することにより、あなたはそれらの権利を獲得していくことができます。獲得できる権利の種類も、あなたの貢献度と高度の上昇によって増えていきます。本パノプティコンへの貢献度によって、あなたたちトナビトには8段階の高度が与えられます。上位の高度を得るほど、より多くの権利が獲得できるようになります。また本パノプティコンは多層構造を成しており、上位の高度取得者ほど生活環境の良い階層に居住できます。上位の高度を取得するには、上位高度取得講師を受ける必要があります。
上位コード取得講師を受け、その成果が生産計画局選定員によって合格と認められれば、昇格することができます。ただし上位コード取得講師を受けるには、各コードで講師参加条件を満たす必要があります。なお、あなたの今のコードは、第1コード。ここは第1階層の独房。つまり、あなたは最下層の隣人です。まずは第2コードへの昇格を目指すことをお勧めします。本パノプティコンの幸福へ貢献することがあなたの幸福であり、それを享受することはあなたの義務です。その努力と献身が評価され、御社を得て懲役を終えることができれば、あなたは自由になることができるでしょう。私は監視者であると同時に、あなたの貢献活動をサポートするパートナーでもあります。質問がありましたら、お答えします。質問をどうぞ。本パノプティコンへの貢献活動には様々な種類があります。あなたたちとなびとにとって最も一般的な貢献方法は、本パノプティコンの幸福増大を目指す活動、ボランティアを行うことです。現在、地上に残されたわずかな資源をめぐり、パノプティコン間で資源の争奪戦が発生しています。ボランティアは、この資源争奪戦を生き残り、本パノプティコンに幸福をもたらすための活動です。その主な内容は、敵性パノプティコンに奪われた資源の奪還や、本パノプティコンを侵略しようとする敵の排除などになります。あなたに適したボランティアが、隣との幸福気球を解除する安全保障局ボランティア管理部から敵に発行されます。ちょうど今、あなたに再教育ボランティアが発行されました。あなたは記憶喪失により、経験と基本的知識を失っています。その欠落を補填し、あなたを教育し直すためのボランティアです。再教育ボランティアは、パノプティコン内にある模擬戦闘場で行われます。隣と管理メニューを開き、ボランティアリストから再教育ボランティアを申請してください。また、アクセサリーサービスの利用が可能になりました。アクセサリーサービスを利用したい場合は、私に話しかけてください。ボランティアの申請を確認しました。
これからも2000登場に向かいます。ただし第1コールのトナビトは独房と戦闘区域以外の風景を見ることは禁じられています。よってここからも2000登場到着までの間資格を制限させていただきます。体調育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。次のフロアを目指して進んでください。イバラを使って先に進んでください。資源を回収してください。資源回収を確認。扉を解除しました。次のフロアを目指して進んでください。フロア内の敵を疾走してください。勢力排除を確認。扉を解除しました。フロア内の敵を一掃してください。
疲れ様でした。再教育ボランティアを終了します。お疲れ様でした。再生プログラムの進行に伴い、いなりと管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は、所持品リストです。先ほどの再教育プログラムで得た報酬は、こちらのリストから確認できます。あなたに次の再教育ボランティアが発行されました。新しく発行された再教育ボランティアを申請してください。隣と管理メニューを開き、ボランティアリストから再教育ボランティアを申請してください。どの機能を利用しますか？隣と管理メニューを開き、ボランティア。ボランティアの申請を確認しました。ここからも2000登場到着までの間、資格を制限させていただきます。再教育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。フロア内の敵を一掃してください。Go, man.
勢力排除を確認。扉を解除しました。フロア内の敵を一掃してください。勢力排除を確認。扉を解除しました。敵の胸部にあるケージに溶弾攻撃を行ってください。ケージはロックオンが青く表示されます。早期まで運んでください。感謝しますか。お疲れ様でした。再教育ボランティアを終了します。
お疲れ様でした。先ほどのボランティアで再生プログラムを終了しました。再生プログラム終了に伴い、隣と管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は、武装整備です。武装整備を使用すれば、ボランティアに携行する武器や戦闘用アイテムを選ぶことができます。ボランティア申請の際は、必ず武装を確認してから申請することをお勧めします。また、隣と管理メニュー内、オプションの操作設定に新しいタイプが追加されました。自分に合ったタイプを選んでください。